ちょっと待ってね。回復しといて。どんどん行くよ。おー、ちょっと待って。うわー、うわー、ちょっと待って。これ、数が多いな。ここは一旦。まずはゲートを破壊するために優先して。やめて、連続攻撃が痛いから。ゲートを破壊し、他の奴らをひるませるために使う。よし、オッケー。ありがとう、プリシラ。命の恩人だよ、君たちは。はい、シュートして。いっぱい攻撃をするのやめろ、やめろ、やめろ。置き去りをするのやめろ。危ない。こんなところで帰るわけにはいかないんだ。待ってみんなか、待ってくれみんな。みんなで回復するんだ。みんなで行くって決めたろう。空にの、空の彼方まで。来るか。ちょっと待って。敵多すぎるんだってばよ、これ。ぶつけまくんだ。ぶつけまくんだ。ちょっと待って。このゲートが邪魔なんだな。お前がいるから。俺たちはこんなに戦い続けなきゃいけなくなるんだ。回復して。ちょっと待って。ルーシーどこ？あ、待って。これはいけない。刺身。刺身パクパク。ルーシー回復？イビルペンギーを手に持って、はい、殴る。これでひるませたらバジリスクファングの出番だね。よいしょよいしょ。数を減らしたらあとは素殴りでいく。いいぞ、ゴーレムはマヒッティ。ありがとう、プリシラ。すごいな、攻撃魔法もできるし回復もできちゃうんだな。あれ、どっか行ったぞ。まあいいや。あ、なんかいるし、ちょっと待ってくれ。ほら、君たちと見た目がそっくりな。この攻撃で行くぜ。いいね。落ちろ落ちろ。なんだこのピーマンの数は。ピーマンが嫌いな子供たちを狙い撃ちにした必殺技だな。ん？え？ああ、そういうことか。ルーンの結晶だ。アイテムとして手に入れるところ何になるんだ？魔法プラス100。ああ、強化素材系か。結構やばい系じゃない？めっちゃ強そう。待って待って。とりあえず目についたので、こっちも行っておこうか。ちょ、なんてもんがいるの？これ、帰った方がいいのか？帰った方がいいような気がしますが。危ない。でも意外となんとかなりそうでもある。ダメージを与えていく。とりあえずこのゲートを先に壊さないとダメだね。よし、いける。みんなで叩き込め、叩き込むんだ。落ちろ、そのまま落ちろ。落ちるとかはないんだろうけどな。でも壁のどっか隙間に入って消滅するぐらいはありえそう。おお、OK。 ん？3も落ちてる。なんでこんなところに。わからないが。星のペンダントゲット。みんな回復して。とりあえず山荘までは行ってみたいかな。その先があるかはわからないけど、山荘を越えたあたりぐらいが、あれじゃない？ゴールになるんじゃないかな。というか、あの階段がすごい気になる。めっちゃゴールっぽい。よいしょ。刺身も温存しているし、調子はかなりいいんだ。おお、なんかプリシラの魔法のレベル上がってない？すごい強くなっているような気がする。62。あ、レベルの上がり方やばい。もうこんなに上がったの。クズ鉄はいっかな。ちょっと、ここ行きたいんだけど、渡れない？クモさん、クモさんどこ？いた！お前か！待って、行かないで。ということはちょっと遠回りになるかな？お、小休止っぽいね。で、さっきこの辺にいたでしょう。雲、雲。お、来た来た。では、これに乗って。というか何？ガンドアジェさんもしかして、その、要塞作るために、最初の一回こうやって渡ってきたんかな。
ガンド、あのガンドアジェさんが雲に乗ってなんか旅をしていたと想像すると微笑ましいな。よいしょ、よいしょ。障害物がたくさんあることをいいことに、いろいろ遮って戦っていく。お、いいぞ、みんな強いぞ、かっこいいぞ。よし、でこっちだね。ギガンティス、痛い。けど600ダメージ入っても見た目あんまり減ってないっていうのがいいね。ギガンテス、ギガンテス。よし、とりあえずゲートは破壊。これね、伊能くんの装備してるパラライズリングのオカリなんだけど、ことごとく相手が麻痺していくオカリで、すごい楽に戦いができているね。たまらんぜ。わあ、ちょっと待って、あいつか。これはもう、拳で行くしかない。待ってー。攻撃をしようとしてるでしょうか。邪魔をしないでくれ。レーザーやめて。はい、どん。よし、とりあえずここを消失させて、じっくり行くぞ。ルーンポイント回復の激しいアイテムをしっかり。ありがとう、彼のお刺身。やめて。待って。とりあえずこいつらを、まずは、修理したい。できてね。待って、ちょっと待って。これは、回復した方がいい。シーラさーん。プリシャ、一人で戦ってる場合じゃないぜ。よし、ゲート赤い。これ、この数ちょっと怖いけど。間違えた。行くぜ、バジリスクワンク。待って。よいしょ。ダッシュ攻撃が結構効くぜ。やばいー。みんな回復。OK。消えるんじゃない。行くぞ。あ、まだいた。お前。背後から攻撃してくるなんて。どんな不定野郎だぜ。よーし、OK。ドクロ、よう拾うね。どこかな。あれ、この辺にあったよね、雲。あれ、なかったっけ。これが来たところ、あった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 。危ねえ、危ねえ。これで真ん中行って、お、ゴールっぽい。おお、ゴールっぽい。いいぞ。いいけど、ちょっと待って。いっぱいいる。ガウー。決めるぜ。ぶん投げて。マッサージガントをぶん投げて。どんな敵でもとりあえずぶん投げられるっていうのは強いね。よいしょ。紛れ。よし、巻いてる。あとは、ぶん殴る。オッケー。よいしょ。あー、よいしょ。あー、よいしょ。はい、ドッカン。オッケー。いいね。非常に順調よ。おお、闇魔法っぽいの覚えたし。とてもいいね。それでは、ハンマーで一応ルーンポイント回復しておこうか。よし、オッケー。では、この先だな。もうゴールかな。さらに新装部があるとかになるかもしれないけど、なんかお城に突入してそこからまた3階層ぐらいあるとか。さあどうかな。あ、とりあえずセーブポイントだ。さーてと、じゃあボス戦いつものやつかな。みんな準備はいいか。ちゃんと連携攻撃も3人分あるからね、いけると思いますが。結構来たと思ったけど、なんかククこんなところまでやってきたかみたいな、そういうのはないね。とりあえず門番的に立たせてるだけみたいな感じのモンスターかな。君はウロボルスなの。なんかでかいツチノコみたいに見えたけど。おお、舐め回すようなカメラアングル。
一瞬潜ったな。これは姿を消す系かもしれない。じっくりと行きたいかな。暴れるね。早く顔出して、早く顔出して。はい、来た。行くぞ。とりあえず連携攻撃を全部当てる。連携攻撃も武器強化のおかげでだいぶ強くなっていると思ったか。そうでもないぞ。行くぜ、風化。波動拳。おお、お腹をなんか貫いてる感じいいね。待って、ちょっと危ないよ。プリシラー。よし。尻尾鳴り払いがちょっと怖いけど。すごい来そうな攻撃だからね。なんかビタビタしてる。早く、早く、早く。攻撃を当てるんだ。当て続けるんだ。この竜巻なんだ。ちょっと待って、ルシー。やるな。つうか、3人分の連携攻撃当ててもまだ半分ちょっとも減ってないっていう。非常に危険な相手ですよ、これ。プリシャー、大丈夫か。逃げるんだ、逃げるんだ。なんかすげえ、すげえ食らってる。見た目はあんまり強そうに見えないけど。割とやばい系だな、こいつ。大丈夫か。でもなんか地面、大地の属性の魔法が結構床を貫通して効いてるようにも見えたんだけど。行くぞ。正面危ないぞ。え、なんだこれは。痛いって、なんだこれ。いっぱい攻撃を食らせるのやめろ。また正面からそういうことする。痛い。ちょっと待ってくれ。大丈夫か。回復だ、回復するんだ。待って、逃げるんだ。おお、俺が逃げてる間に。おお、そしてシード天空城に生きるようになりました。しれっときたね。で、そうか、カンドアジャさんいるからやっぱシード天空城なんだな、これ。とりあえず行ってみるか。このまま行っちゃって大丈夫かな。結構装備頑張ってるし、レベルも上がってきてるからな。行けなくはないと思うけど。ここに巨大魔法陣が。え？わー、シード単位だよ。ガンドアージュに忠誠を誓うタイプか？撃てじゃないよ。わー。これじゃ近づけない。総員構え。これガンドアージュが指示出してんのか？妹君。うわあ、当たってません、これ。メディアさん？え？おお、来てくれたんか。うわあ、危ない。本気で襲いかかってんな。でも実際レディアが味方についてルーンを吸い取ったら、あのシード単位とか余裕で対処できそうだけどな。借りは返す。ありがとうございます。ガンドアージュ、あなたに。ここから先はあなたに任せる。そうね。おお、ガンドアージュのところまで力を温存させてもらうわ。全力でボコボコにする気か。ここにはガンドアージュ総監がいるんだ。まだ一回しか顔合わせてないけどな。あれ？やっぱりユルの姿は疲れんのかな。なるほどね。まあこの感じで言ったらもうそのまま行きたいよね。ちょっと日付またいじゃいそうだけどな。大丈夫かな。一旦撤退でもいいんだけど。おい、ちょっと間違えた。でもとりあえず行けるところまでは行っておきたいね。よし、行くぞみんな。うわあ。この先がシード天空城だね。おお、なんか普通にいいところだな。いやでも無駄に広いな。こう何も使ってない空間が広すぎませんかね。
ここで、あれかな？全校集会でもやらなかな？なんだこれ？利便性の悪そうな広間ですね、これ。ちょっとガンドアージュさんの、その建築センスというか、そういうのを疑ってしまうよ。これどっかにあるスイッチを押さないと通れないんでしょ？移動が面倒だよ。わあ！しかもなんか犬放し飼いにしてるし。大丈夫か、シード天空以上。ワンコ、ワンコ。ライラプスって言うんだね。めっちゃ吠えてるし。大きなゲート。狼系というよりは犬系だよね、この子たち。よいしょ。この仲間にして騎乗する系だったら、こっちのタイプのモンスターの方が足が速かったりするんかな。オラオラ。タコ殴りにしていけ。くぅ、口から正直に当たった犬とか嫌だわ。はいよー。オッケー。みんな惜しみなく攻撃を出してくれるな。とにもかくにも、いろんなところにあるスイッチを押して、道を開けていかないといけない感じだろうね。ん？ゴブリンバイキング。パイレーズはどこ行ったし。しかし、ここはレーザーグローブの力も活用していかないとね。なあ、手を滑らせるだろうか。よし。拳の大ダメージでゲートを破壊し、この堅実なルーンポイント消費のないバジリスクファングで小さい雑魚を一掃していくというこの流れでいこう。ドロップアイテムも結構うまいね。まだ見たことないやつがあるということは、この辺が結構あれかな、なんだったっけ、その装備品の強化に役立ってくれるんじゃないか。よし。ではさっきの実践といこうか。ダークウォーク。ダークウォークは前も見ただろ。お、いいね。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。オッケー。このタイプの敵怖いんだよな。前散々やられたから。ダークソーサラーは油断なくいこう。はい、よいしょ。オッケー。これで。やめろ、やめろ。実際装備品的にもあんまり魔防は高くないからね。魔法攻撃系で攻められると痛いからね。よいしょ。しかし時間感覚狂うな、これ。もう夜9時ですよ。さて今度はお前だ、ダークゴブリン。クライゲート、ゲートを破壊するための武器になってもらうぜ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいね、みんな火力足りてるね。片びら、片びらくれたし。ワンコ、ワンコ、ワンコ。君にはゲート破壊の礎になってもらう。魔法が使えない、これはいけねえ。待ってくれ、魔法が使えないのは結構やばいぞ。一応お口回復はあるんだけど、あんまり無駄遣いできる数ではないからな。よいしょ、 OK かな。若干不安だが。ん？あ、こっちから来たのか。スイッチ。はい、どうも。あ、なるほどね。これで戻ってきたのか。で、ここまで通るのに開けたスイッチを使ってまた別の道を通っていくわけか。大変だぞ、これ。ん？緑が開いてない。あとはこっちか。また広そうだな。
ゲートはあるでしょう。ゲートはどこだ？あった。あおーあおー。さて、やめて。行くぞ。いいぞいいぞ。はい。みんな背中を浮かずに見せるんじゃない。危ねえ。やめろデビルビー。あおーあおー。吠えるんじゃないよ。デビルビー。これ麻痺っても結構動きは俊敏な気がするんだよな。気のせいかな。移動速度は一応低下してるのかな。悪魔の血。やばそうなもん拾ってんな。ん？戦士の証。いろいろあるね。わあ、筋力プラス58とか。こんなんあるんだね。とにもかくにも回復アイテム。ペラペラ丸使うか？悩ましいな。ちょっとまだ、抑えていこう。でもちょっと待って。さすがに、麻痺っている、プリシラは回復させないとダメだね。これでいいかな。よし。まだ行くぞ。出たー。ちょっと待って、雲いるやん。でかいな。こんな雲を放し飼いにするんじゃないよ、ガンダージュさん。待って、ちょっと待って。ゲート逃げすぎなんですけど。雲も逃げるんですけど。ゲートどこ行くのあいつ。待って、これはいけない。どうする？どうする？こういう時は、まずは俺が、ペラペラ丸を食べるしかない。待ってくれ、みんな。俺にペラペラ丸を食べる猶予をくれ。これでしまっといて。いてー、ちょっと待って。待って。みんな、回復するんだ。あー、くっそ。せっかくいいところまで来たのに。ペラペラ丸まで食べたのに。